最後の、最後の、演技ということになってまいります。さあ今手が上がっている小森弘子さん、この世界観の皆さんは何を、この天気持ちの記憶からの小森弘子の動画をご披露いただきます。さあ最後の技、ここから大きくですね、スピードを上げて戻ってきた時に注目です。あ、ちょっとこの水上バスの引き波が出なければ大丈夫なんですけどもね。さあ水上バスに乗ってらっしゃる皆様方にもぜひともご覧いただきたいと思います。さあ水上バスの皆様方、今ラッキーですよ。さあこの水上バスのちょっと引き波が気になりますけども、その辺りやはり伊藤さん考えてらっしゃいますよね。そうですね。さあそこを立ちながらちょっとこの引き波が邪魔がなければいいな。あの運転する方もですね、同じ速度で走らなければいけないので、はい、あのかなり難易度が高いので、まっすぐ走らなければいけないので、さあここから足をかけて、足をかけて手を離します。足を向かっていって手を離しました。おお、なんという片足で乗ってるということですか。足だけで滑ってます。さあまずは、あ、これは。おで今自分で転倒しましたけれども、ロープの付け根の方で、リリースしてますので、安全、転倒しても安全です。はい、今監督の先生が代表ですね、の出番ということになります。さあでもやはりこの水上スキーの方ですけども、バランス、体幹が必要になりそうですね。これはそうですね、どんどん